よし、さあ、続きをやっていこうかな。ホグワーツ。ケルベロスの鍵が戻ってきたよ。すごくない？ネリー、なんだかウキウキしてるね。ダイダロスの鍵が戻ってきた。何の鍵？ダイダロスの鍵よ。あなたも飛んでるのを見たでしょ？何年も前に元校長のモール先生が鍵付き棚の中身を守るために魔法をかけたって言われてる。校長が鍵の魔法を解くのを面倒がってるから数年ごとに現れるんだよ。捕獲に挑戦してみたら？なんでそんなことを？それぞれの鍵が城にある棚へと導いてくれるよ。簡単じゃないけど、鍵を棚の鍵穴に入れることができたら報酬が見つかるかもしれないよ。どうしてモール先生は空飛ぶ鍵を？ビーブズから何かを守るためだって話を聞いたよ。でもそれが本当かどうかはわからない。ビーブズはポルターガイストだからどこでも行けると思ってた。ネリーも挑戦するってことでいいんだよね。挑戦したけど最初の棚すらクリアできなかったの。あなたならうまくいくかも。私中身にすごく興味あるんだ。分かった、挑戦しようかな。そうして。そうだ、天文台の塔で鍵の音を聞いた気がするから耳を澄ませてみて。耳を澄ませば。せめて何本かは追いかけてほしい。棚を開けられたら中身教えてよ。嫌だ、絶対嫌だ。まあ見せる。行くやださ。トゥル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 。さあ、面白いなあ。こんなにも早く続きがやりたいと思うゲーム久々だわ。ハリポッター補正が強いんだろうな、やっぱり好きだからね。謎解きだね、あれね。YouTube に、お、すっげえ、うわ、すごっ、魔法ってすげえな。 YouTube に早く動画をね、あげたいんですが、ガンセンフィギュアの方が人気だからね、チャンネル登録者減るんじゃ。お、この人見たことある、この人見たことある。ほとんど首なしニックじゃない。違ったらごめんって感じだけど。はい、見つけた。何かがある。え、ケンブリッジの知人たちが連絡をもらったと聞いたらきっと喜んでくれるでしょうね。流星群について誤解していたことをしぶしぶ認めた人たちよ。どうやらアイルランドとイギリスの天文学者がイタリアの天文学者の研究を踏まえて、かっこ念のために言っとくけど全員まぐりよ。私の知る限りで、私の知る限りね、隕石と彗星を結びつける手段として地球の軌道上にある塵の位置の計算を提言したらしいの。本当に素晴らしいわ。魔法の望遠鏡があったらどれだけのことができるか想像に難しくないわよね。新しいことに手紙のやりとりでは、今後男性の学者として過ごした時代の偽名を使い続ける必要がありそうだわと感じたわ。秘密の正体があること自体は今も少し楽しんでるけど、その理由にはうんざりする。今年は二人で一緒にジャンタルマンタルに行くの、すごく楽しみしているわ。きっとすごい冒険になるわね。姉のあなたに会えなくて寂しい。どうか元気でね、いてね。
それじゃあまたね、スチッタ。若き友よ、会えてよかった。マウスだけやった。お、アクタロスの鍵だ。どこに繋がるんだろう。おおおおおお、レベリオ。クソ、レベリオじゃわからないってか。ここだ。キャビネットだ。鍵はどうやって使うんだろう。あ、ごめんなさい。痛かったね。え、ちょっと。どう動かせば。思ってたより難しいな。また空飛ぶ鍵が来ないか注意しておかないと。あ、欲しい。あ、こんなんさ、思ってたより難しいな。また空飛ぶ鍵が来ないかしておかないと。いや、これで合ってるんだよ。みんなこれどうやってやってる？いいね。え、来た。タイミングだ。古いコイン？ネリーなら何か知ってるかも。タイミングです。こんなにタイミングシビアだと。おま。アップデートでさあ、パトローナーも使えるようになってくれないかな。アップデートっていうかさ、追加コンテンツみたいな感じで。もう何十時間でもやりますからってかな。ちょっと待って、レベリオ。ああ、そういうことじゃねえか。サイドしかやってないよ。メインも進めたいのに。こちら。よいしょ。どうしたってんだ。いた。あ、猫撫でるやつね。ダイダロスの鍵を追うことはできた？できた。いや、ネリー、ダイダロスの鍵は鍵穴に入れたよ。すごい。中に何が入ってたの？妙なトークンみたいなもの。グリフィンドールの寮のトークンみたい。きっと寮の箱を開けられるのよ。寮の箱って呼んでるの。うちの談話室で見たんだけど、他の談話室にもあるらしいよ。目を光らせておいて。その調子で続けて。これだけ大変なんだから、すごいものが待ってるはずよ。とにかくグリフィンドールの寮の箱を見つけてみせる。ああ、見つけなきゃダメなのね。オッケー。
寮の鍵か。学生はもう寝る時間帰ですとか言われないかな。言われないか。何もかもがハリポッターだよね。 BGM がさ、おっと、え、入れる、はい、お、レベリオ、あ、ここの上ね。まだまだまだ上ですね。ルーモス。ああ、来た来た来た。レベリオ。お互いキャンバスに収まってますよね。よし。おお。ここだ。これが僕の寮の箱か。これを開けるには寮のトークンがもっと必要みたい。多分かなりの数がいる。こんな、この前もバイオレットと話したんだけれど、こんなんやぜ。まあこっち行こうか。あんなんグリフィンドールの続き入ってないと対価にならんよ。ちょっと失礼。寂しかったね、ここね。あっち、いやね、ここをなんとかしたいんだけどな。ここか。いいか。顔を入れなくてもね。よいしょ。誰かが、誰かに、おお、明るい。だから誰かに怒られてしないかなっていうか、ここ初めて行く。初めてじゃもない。ああ、そうか、一回あそこ行ったからか。ホグズミード。敵いるんじゃない？敵いるんだったらワンチャン。ねえ。何かしら
レベリオ回避とか使えそうな気はするけれど、ハグリッドの家なこともない。ハグリッドの小屋か。ハグリッドこの時代にいないよね、まだね。ただちょっと入れる、もしかして入れるんですね、これがね。よし、他は？おう、レベリオ食らえ。トゥイッチ。あっ、ごめんね。インセンティブひどいことするとからちょっと面白そうだね。もしかしたらやめましょう。絵本に出てくる村みたいだな。いつも言ってるけど、旅は視野を広げてくれる。ここにもなんかミッションみたいな。レベリオ。ほう、お、なんかいろいろありますぜ。まあしけてんな。次からもっといいものを用意しなさい。はい、ではミッションスタート。ああ、君に会えて嬉しいよ。なんだ君は。ナティ、調子はどう？あのホグズミードへの旅から回復してるといいけど。元気だけど、君のことは心配してた。ランロクとルックウッドとハーローに追われてるでしょ。まあ大丈夫だよ。あの時この話はしなかったけど、どうして奴らが君を追ってるのか聞かせてもらってもいいかな。あ、まあ言うっつったからね。僕とフィグ先生がグリンゴッツで見つけたものを欲しがってる。グリンゴッツにはいつ行ったの？ホグワーツに来る直前。それで組分けの儀式に遅れてドラゴンに襲われてオートキーで運ばれてね。それどういうこと？もう一つ、正直言うとちょっと変なんだ。フィグ先生は僕には古代魔術との珍しいつながりがあるって。ホグズミードでトロールと戦った時に使った魔法？多分ね、まだ勉強中。でも痕跡が見えるし、そうとしか思えない魔法も使ったことがあるよ。受け入れるのが大変だ。そうだね、もっと疑問も出てくると思う。とりあえずルックウッドとハーローは私たち、ううん、みんなにとって脅威みたいだね。だから君と話をしたかったんだ。あの日ホグズミードであることに気づいたんだ。君はあんなにも勇敢にトロールと戦った。シローナはルックウッドとハーローを相手に一歩も引かなかったね。二人を見て自分もしっかりしなきゃと思ったんだ。どうしてそう思ったの？またブルランドを離れたのはルックウッドとハーローみたいな奴らが理由。新しい家を壊されるのをただ見てるつもりはなかった。なるほど、危険かもしれないよ。ルックウッドとハーローなんてそれだけでも危険なのに、ランロクとも組んでるとなると。だからこそ奴らを止めないと。シオフィルス・ハーローがルックウッドのやることを仕切ってる噂があるよ。あいつを倒せばルックウッドの組織も動けなくなるかもしれないけど、ああいうのはシンガー巡査が対処すべきじゃ。もう話したよ。丁寧ではあったけど、まあ生徒に詳しい話はしてくれる感じじゃなかった。ルックウッドの一味がハーローが企んでる大規模な密漁のこと話してるのを聞いたんだ。それを少し調査できないかと思って、シンガー巡査が必要としてる証拠を手に入れるんだよ。わかった。でもどうやるの？
聞き耳を立てて観察するよ。企みを正確に突き止める。何か分かったら連絡するから。とりあえず何かあったら私はここにいるから。ありがとうナティ。油断は禁物だよ。さあどう。なんて失礼な。この私を脅すなんて。どうなってるの。お、蘭禄の信奉者どもがあそこまでするなんて。よし、メシナの人を助けるぞ。奴らはこっちから来たんだ、考えろ。誰のことを言ってるかわからないわ。研究に没頭していたし、悪いけど今は。ビクトール・ルックウッドの質問だぞ。お前の事情など知るか。おや、噂をすればミスター・ルックウッドが話したがってる。学生？まさか。いい加減にしろ。手を出すな。さあ、うん、さあ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 さ実どうだろう。うわ、来やがった。目の光が消えるのを見ててあげるわよ。お、見つけた。ちょっと待ってね、あのクエスト、よし来たば。はい、近い場所で。大丈夫ですか。大丈夫だよ。あんたの優れた防衛術のおかげでね、アッシュワインダーズが私を殺してまであんたに手を出そうとしたわけは。アッシュワインダーズ、ビクトール・ルックウッドの取り巻きの泥棒だかゆすり屋だかさ。あんたに随分ご執心だね。ちょっとわけが。とにかく助かりました。うん、とにかく追っ払えたみたいだね。プリアが危険な状況になってきてるって言ってたよ。戻ってくる前に研究を進めた方が良さそうだ。そうですね、プリアって人のことを話しました。私の妻だ。学生時代に彼女にもらった本のおかげでマーリンに興味を持ったんだよ。勤勉なハッフルパフ、夜の闇浴場に店を構える魔法薬師さ。旅商人でハイランドの出来事はすぐ耳に入る。ありがとうございました。研究者なんですか。ノラ・トレッドウェルだ。マーリンの生涯とその研究が専門の歴史家で考古学者だよ。ふん、彼らの物語は作り事かと思ってました。なんだって。カドガン教が聞いてなくてよかったね。マーリンと自分のつながりのこと話し出したらもう止まらないんだから。マーリンはホグワーツに通ってた。数世紀前に彼がここに残した不思議な柱を調べてるところさ。柱って。ツルに覆われた柱だよ。何十個もあるんだ、あの辺一帯にね。私はマーリンの試練と呼んでるよ。仲間のスリザリン生のために道楽で作ったって考えてるんだ。マーリンはパズルや謎解きが大好きだったからね。へえ。あなたがマーリンに惹かれるのも納得です。ぜひ試練のことを教えてください。
それじゃちょっとした秘密を教えてあげるよ。仕組みを解明できた者はまだ誰もいない。でもね、私は重要なヒントを見つけたと思ってるんだよ。なるほど。そいつはこうだ。試練の成功にはゼニアオイこそが重要な鍵になる。ゼニアオイが？万能の薬草だよ。マーリンが著書で何度も言及してた。仮説を試そうとやってきたところにぶしつけな邪魔が入ったんだ。著書に書かれた渦にはそれぞれ中央に違う記号があるだろう。それで私は思ったね。もしゼニアオイが記号の中心になるよう置かれたとしたら。その通り。よかったら試してみるかい。小さな仮説がどうなるか見てみようじゃないか。ゼニアオイがぎっしりのトランクを持ってきたよ。私のテントのそばだ。お、はい。このトランク？そう、たっぷりお取り。もう持っていってもね。ゼニアオイを取りました。結構。それじゃこの柱のつるはわかるね。それと地面で渦巻く石、それぞれの試練に特徴がある。渦の上にゼニアオイを置いて、さて何が起きるか。おい、おい、今のは見たね。つるが消えたよ。どうしたらいいですか。さて、未知の領域。レベリオン。この巻どうにも気になるね。巻か、分かった。じゃあ陰線、陰線リオ。これはすごい。炎の中に沈んでいく。お、不思議だね。薪が最初の場所に戻ってる。だからこうして、順番があるんかな。え、三つの巻すべてに火をつけないとダメみたいだね。くそ。よし、時間との勝負やな。よし、走インセンディング。えい、だ、オッケー、危ねえ。なんか出てきた。最高の日だよ。信じられない。あぶね、ギリギリだったね。ギリギリ。こうか。これってつまり成功ってこと？言えると思う。けどね、疑問は増える一方だ。どういう仕組み？メモを見直さなくちゃ。何か見落としたのかも。試練はどれもこんな感じですか、うん、厳密には違う。これ見よがしな鶴や地面の渦はどれも同じだろうけどね。見かけた時に解いてみるといいよ。さて、研究を続けるための材料が揃ったようだ。思うにそれぞれゼニアオイも必要で、足りないならホグズミードで見つかるよ。あ、本当にそろそろ行かないと。会えてよかったよ。私も会えてよかった。私は欲しいものを手に入れたから、メモと本に囲まれた安全な場所に戻るよ。よし、戻ってください。なるほど、ちゃんとあるんですね、理由が。わあ、まあこれをつけて、まあこれが下がるならこれは吐きと。
まあこれも破棄でいいよ。OK。で何出た？これねー。これねー。これいいよね。それぐらいかな。回復薬がねえのよね。ゴーストのニコラス卿があなたを探してる。大広間の近くにいるよ。ほら、ほとんど首なしニックいるじゃん。いるじゃん。ちょっと待って、クエストで、これでヘキャット先生だ。ヘキャット先生ちょっとやらなきゃ。マーリンの試練もちょっとね。お、闇の初から倒す。なんかいろいろありそう。必要の部屋。必要の部屋なんやけ。必要の部屋な。どこいつ？トロール。チーズで、ちょっと一旦ここに移動しよう。煙突飛行ネットだっけ。フィールドガイドは本当に便利ね。よし、来た。すみません、そこの君、ちょっと一緒に来ていただきたいのですが。ちょっとごめんなさい、あの今僕だよ、ギャレス。アクション。どこ行ってあ、出た。ここさ、インセンディオして、おい、やめろよ、なんでそんなことするんだ。したらどうなる。ここ1って書いてあるな。1って書いてあるってことは、1がこれか。ちょっと待って、違う。これが3か。
あさん合ってる。これが2だ。これが1。こう。なんか起きる？いや、もう起きないやんけ。ん？これが3だな。これが4で、あっちが3てか。あれ？何も起きないけど。レベリオ。それにしてもレイドフローの。いいなあ、みんな。起き使って。ちょっと待ってよ。もう行こう。魔法を解いたつもりなんだけどな。え？違う。あれが1だ。え？ 2 やってるでしょ？ 2。 あれが1。カード。スイカ。あ、なんかある。そんなに？あ、ある。あ、これは？これは、12レベルじゃないとつけれませんと。で、杖。かっこよ。こんなもんですよ。まだ開けるの早かったかなっていうか、まだ開けるの早かった？もうちょっと。うん？あ、いた。うん。どこ行った？見失った。あれ？
よし、やったぞ。この上か？今鍵あったんだけどな。もういいわ。あら。俺の姿はありません。みんなが嫌われているんでしょうか。私が頼んだことを。先生、新しい課題が全部終わりました。よくやった。じゃあエクスペリアームスを教えよ。よく見ておきな。最強の闇の魔法使いが相手でも武装解除呪文だけで倒せるなんてこともあるんだからね。呪文を使うには精神集中と安定した杖さばきが必要だよ。いい、来た。素晴らしい。ここのダミーで好きに練習しておくれ。これかな。ダミー、あ、いた。エクスペリアームス上達してるようだけど、サボるんじゃないよ。いつかエクスペリアームスで命拾いするかもしれない。おお。魔法使いながらからね。それであるよ。先輩じゃない、先生だって使ってやってもいいんだぞ。エクスペリアンス。くそ、ごめんなさい先生。OK、先生少しいいですか。ああ、どうしたんだい。先生はホグワーツだったんですか。どういうこと。先生はホグワーツの生徒でしたか。ああ、そうとも。誇り高きレイブンクロー生だった、気になるのかい。ホグワーツがどう変遷してきたのか興味がありません。そうかい。あんたにも分かってるだろうが、城そのものが驚きに満ちてるんだよ。だからここで変化するものはおそらく階段だけじゃない。うん、生徒に関して言えば毎年どんどん能力が上がっているようだね。といっても私らの頃も今と同じぐらいいたずらはあったけどね。私が首席だった頃はあらゆる悪事を見逃してやったもんだよ。だけどね、フィニアス・ナイジェラス・ブラックとかいう男が授業中に砂糖羽根ペンを楽しんでた時にはさすがの私も注意したよ。まさか先生とブラック校長が学生時代に一緒にいらっしゃったなんて。見た目に騙されちゃいけない。いいかい、私はかつて時そのものに傷つけられたことがあるんだ。そんなことがあるなんて想像したこともありませんでした。ああ、まあ前の仕事はそういう危険性を伴うものだったからね。聞いてるかもしれないが、私は長年魔法省で無言者をやっていたんだよ。無言者。それは。ああ、ご想像通り、私の口からは具体的に話せないんだよ。あの仕事ではそういった事故は避けられなかったとだけ言っておくかね。これで当分はあんたの好奇心が満足するといいけど。はい、話してくださってありがとうございます。杖の練習に励むんだよ。
常にいたずらには備えておかなくてはね。城の外でも忘れないように。あ、陰性。また冒険に出発するの？煙突飛行ネットワーク、ここにあるから、でもなくてだから何だってんだ。こうか、大広間、ここは飛んでいけばすぐに行ける。なんせミッションのところにね。すみません、そこの君、何かご用でしたか？はい、ニコラス・ド・ミムジー・ポーピントン卿と申します。以後お見知りおきを。こんにちは、ニコラス卿。例の本と行方不明のページのことを知っています。力になれるかも。よければついてきてください。近くですよ。待ってください、どうして本のことを？ページがなくなってることまで。ゴーストの間で噂が、サロー君と共に金賞の棚のそばで目撃されたのです。ご心配、レベリオ、秘密は守ります。はいよ、ありがとうございます。私がページの持ち主を知っていることは大きな進展となるかもしれません。喜んでお連れしましょう。ただ途中でちょっとしたお願い事を聞いていただけたら助かります。お願いとは一体何だい？つまり頼み事の報酬がページってことですか？はい、大したことではありません。厨房で腐ったローストビーフを調達していただけたらありがたいのですが。ローストビーフですか？それも腐ったやつ？そうです、腐ったローストビーフです。ちょうどよくプカプカ通り過ぎれば味が感じられそうなのです。やれると思いますが、なんで僕に？単純な理由です。レベリオ、ゴーストの体では運べないのです。ああ、そういうことか。もしローストビーフを手に入れてくださるなら、近いうちに一通り説明しましょう。着きました。梨をこちょこちょしてお入りを。梨をこちょこちょ？そうです、絵の中のここで待ってます。しもべ妖精の邪魔はしないようお願いしますよ。うむ、もう腐ったローストビーフの甘い香りが想像できますよ。あ、いた。レベリオ、厨房に一体何の？理解不能で小腹が空いたんじゃないですか？育ち盛りの人間の食欲はご存知でしょう。ルーキーの仕事が楽になります。歓迎のおやつだ、おいしい。いい匂いがする。ほう、こればかり、歓迎のおやつだ、おいしい。厨房でしょ。レベリオ、行き過ぎたかな。箱がある。うわ、ひどい匂いだ。これか？近づいてる証拠だね。うわ。ああ、生徒さんですか？嬉しいです。
おや、何をお持ちしましょうか。かぼちゃパイはいかがです。ウェルシュラビットもございますけど。ああ、それもいいね。でも今は腐ったローストビーフが必要なんだ。ニックに頼まれてお越しでしたか。どうぞお持ちください。フェンキーが思いますのは、ニックはもう嫌になったんでございますよ。どんな味だったか、そのかすかな記憶を求めて延々うろつくなんて。大広間で出される食べ物は、しもべ妖精たちが魔法で作ってるの？滅相もございません。屋敷しもべ妖精でも食べ物は生み出せませんよ。あ、そうなんだ。ガンプの元素変容の法則、5つの主な例外のうちの1つ、それが食べ物です。とは言いましても、しもべ妖精にかかれば数を増やすことも形を変えることも調理することも可能でございます。そちらを大広間にお運びするんですよ。へえ。ここで作る食べ物に制限はあるの？ないと思いますがね。なんといってもフィンキーにはヘルガ・ハッフルパフが残してくれたレシピがたんとあるのですから。中でもマルメロパイの人気はいつもすごいものです。ここのところはアーブロース燻製料理も流行ってきておりますがね。生徒が厨房に入っても大丈夫なのかな？まあ本来でしたら生徒の皆さんは厨房に入ってはいけませんね。ですがフィンキーは気にしません。生徒の皆さんにお会いできるのはフィンキーにとってこの上ない喜びですから。ごちそうはたくさんございますけど、ここにはお客様もめったにいらっしゃいませんしね。またいつでもいらしてください。会えてよかった。ローストビーフをありがとう。とんでもございません。フィンキーもお会いできて嬉しゅうございました。ニックにもどうぞよろしく。へえ。まさか僕たちの足元でこんなことが。いろいろ聞けてよかったし、いろいろ食べれてよかった。歓迎のおやつだ。おいしい。あ、いた。ほとんど首なしに。ああ、お帰りなさい。問題なかったですか？ええ、フィンキーがよろしくと腐ったローストビーフも一緒に。それは何より。フィンキーは優しい妖精です。さて、パトリック・デレディ・ポドモア卿に牛肉を渡しましょう。ページの発見に一歩近づきますよ。何が何だかどういうことですか？大変失礼を。先走ってしまいましたね。パトリック卿は首なし狩りを主催しています。首のないゴーストが集まり、様々な首なし活動を行う催しです。首なし活動？はい、ご覧になればわかりますよ。さておき、理由は知りませんが、生前のリチャード・ジャック・ドーがページを持っていました。腐ったローストビーフをパトリック卿のところへ持っていき、私たちが狩りに参加し、ジャック・ドーと話す作戦です。行きますか？そう。腐ったローストビーフはあなたへの贈り物かと。ある意味そうですね。実を言うと、長いこと狩りへの参加権を手に入れようとしてきたのです。パトリック卿に牛肉を差し出せばそれが叶うかも。もちろんそちらのお役にも立つでしょう。はい。そこに行って何をすればいいんですか？話はこの私めに。傲慢とも言えるような方々ですので、きっと歓迎してくれると思いますが、それは君が持参する腐った牛肉のおかげということです。なるほど。てか、ほとんど首なしニックさ、初期しか本当に出てないから。それって危ないんですか？首なし狩りは生徒どころかハエ一匹気をつけません。ただの楽しいこと好きな首なしゴーストです。なるほど。パトリック卿に会って首なし狩りを見てみたいです。素晴らしい。後悔はさせませんよ。後悔はさせませんよ。後悔しかありませんよ。パトリック卿のもとに案内します。おいネスタ、お客さんだぞ。
決まりを忘れたのか。ほとんど首なしに。アムゼット卿、通してくだされ。パトリック卿に手土産があります。どうせ仲間に入れてくれって話だろ。いつもああなんですか。ああ、悪気はないのです。パトリック卿が誘ってくれさえすれば仲間に入れますから。これを差し出せばきっと。目的を忘れないでくださいね。ご安心を。すぐにジャック堂から情報が入ります。どこにいるか分かれば。うわ、ひどいな。早がたかってるよ。たっぷりの蜂蜜酒か子羊の骨付き肉でも欲しいところだが、この宴にはそれだけが足りないのだよ。その次にいいものはいかがです。ああ、ニコラス卿と生徒か。誰が通したんだ。実は贈り物がありまして。実に怪しい。念のため聞いておくが、本当の望みは何だ。リチャード・ジャック・ドーです。今どちらに。話をしたいのですが。ジャック・ドーか。ふん、奴ならここにいるぞ。残念ながら肝心の首がない。君には首なしの苦労は分からんだろう。これが一本取られました。首ならその辺にあるはずだ。ゲームにでも使っているのだろう。見つけられたら本人と話すことを許可しようじゃないか。若き聖者よ。程よく腐ったこの贈り物に対するせめてもの礼だよ。実はもう一つ相談があるのですが、いいですか。ニコラス卿、君もしつこい男だな。何度聞いても答えは一緒だ。ですが、いいか、我々は皮一枚でつながった首なし狩りではないのだよ。さあついてきたまえ、案内してやるよ、出口へ。あ、若き友よ、さようなら。君が目的を果たせますように。うん、お、びっくりした。頭があるゴーストは死後の世界でどう過ごすの。あ、え、はあ、まあ、ルーモス使えた。静か、行方不明のページとは関係なさそうだけど、とりあえず取っておこう。レベリオン。今なんか変な人いたよね。怖、一気にちょっと怖くなったんだけど。あら、いた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 。次にカボチャの中のかくれんぼゲームに参加するのは誰かな。こんにちは、力を貸してください。おや、ニコラス卿の友人だね。彼に見捨てられたのか。いえ、リチャード・ジャック・ドーと話がしたいんです。パトリック卿がこの辺りに頭があるかもって。その通りかもしれないな。人間を含めるのは少々異例のことだが、まあお前がどうしても話したいというのであれば。いいだろう、ジャック・ドーと話してもいいぞ。ここのカボチャの中から彼の頭を見つけられたらな。1回ではなく5回だ。無事に見つけるたびにダンフリーがジャックドーンの頭を別の場所へと移すからな。それがルールだ。やるかい。どうしてジャックドーンの頭を使うんですか。どうしても知りたいなら最年少のメンバーであるジャックドーンを捕まえて聞くんだな。どうやって首なし狩りのメンバーに入ったんですか。私は共に反逆した仲間と共に処刑された。地元の州の行政が気に食わなかったから自分たちの手で対処したんだよ。反逆とは大げさな言い方だが、ともかくそれで有罪になってしまった。私に任せていたらもっとマシな結果になったと思うがね。もう一度ルールを教えてください。カボチャの中から彼の頭を5回見つけるんだ。5回。杖を使え。これ以上ヒントをやることはできないな。わかりました。それでジャックドーと話せるなら。素晴らしい。もちろん杖を持った人間は我らゴーストに対して有利だがな、そちらは好きなだけ魔法をぶっ放すことができる。
いいか、奴を5回見つけるまでゲームは終わらないからな。はじめ、見つけるまでは心を。こんな遊び方初めて見た。楽しそうね。ここだな。見つけたのか。また隠れ先のカボチャを見つけないとな、ジャックド。どう考えてもこれは最高の瞬間じゃないな。あら楽しそう、生徒が遊んでるわ。どっかにいるよ。後片付け係じゃなくてよかった。どっかにいる。あ、いたいたいた。あっさり見つけてくれるじゃないか。私も杖があればな。あと体も。この辺り聞こえたぞ。はい、あ、ミスった。やるじゃないか。だがここは片付け係じゃなくてよかった。あら楽しそう、デートが遊んでるわ。えい、オッケー。戻ってきちまったんだ。私も杖があればな。あと体も。いたぞ。ここだ。こんな遊び方初めて見た。あ、違う。楽しそうね。お前だ。よし。人間にしてはさあ、ジャックドーに言いたいことを言うがいい。頑張ったご褒美だ。お見事だけど、どういうことだ。お前はメンバーじゃないだろ。僕が探してるページのありかを君が知ってるかもってニコラス教に聞いて。なんてこった。どれのことを言ってるかすぐ分かったぞ。あれはピーブズからいただいたんだ。忘れもしない。あのページの地図が俺を破滅へ導いたのさ。普通思わないだろ、洞窟であんなことが待ち受けてるなんてさ。ページは多分俺のその体と一緒にじわじわ朽ち果ててるところだろ。最後にふさわしい大冒険だろ。ページのせいで頭を失ったの。僕は君の死体を探さなきゃならないのか。そういうことだよ。お前首なしゴーストなら死体なんて言葉慣れっこだと思ってるだろ。そうだ、いいこと考えた。禁じられた森の外れで会わないか。どこ行きゃいいか教えてやるよ。洞窟には何があるの。俺の死体以外にか。記憶が正しければお宝が少々に魔法の橋。ま、全部バラしちまったら驚きがないからな。せっかくの冒険だ。洞窟にいた人に首を切られたの。その辺を見て回ってたら急に爽やかな風を感じたんだ。その後に頭がふわっとして、覚えてるのはそれだけだ。だから悲しい。もし行くんなら気をつけろよ。何に気をつけりゃいいかは教えてやれないけど、お前は勘が鋭そうだし、そよ風には注意しろ。そうだね。ピーブズはポルターガイストだよ。どうやって盗んだの。別にあのお化けから直接かすめ取ったわけじゃない。あいつがめちゃくちゃにした場所で見つけたんだ。あいつは物を壊すのが趣味だろ。本でも瓶でも鎧もだな。騒ぎを起こせるなら何でもござれだ。あいつが図書館で大暴れした後に見つけたんだよ。亡くなったことにも気づいてないさ。あのページは必要なんだ。分かった、行くよ。ありがとう。心配すんな。とりあえず体と再会してからだけど、ダンフリーが何とかしてくれる。森の外れで会おう。うん。お、やった。これでつけれるんじゃないんだろうか。装備。あら、見た目が変わりましたね。で、これか。
背がだんだん。といったところで、キリがいいし、キリがいいし、っていうか、まあ、禁じられた森はまた違いかな。もうちょっとやりたいけど、仕事もあるしね。といったところで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。YouTube の方もよろしくお願いします。